腰が一つ、また一つ顔をのぞかせる頃、今夜だけは匠が生み出した星たちに眼差しを向けてみよう。花びらは一つ一つに収まる丸い粒の星、そこに命を吹き込めば、この天空はたちまち輝く星たちの花舞台。美しい夏の記憶がまた一つ。第一部、光を紡ぐ夏の記憶。プログラム1、大喜利のスタイル。提供、函館市、函館港まつり実行委員会。
この光に惑わず、プログラムしたい月光提供株式会社頂上薬品です。Thank you.
函館は春夏秋冬それぞれの季節に趣がありますが、町の至る所で美しい桜を愛でることができます。プログラム1、夜桜。提供、株式会社石田文具、白線貨物運送株式会社、函館交通株式会社。元気をもらいたいという人が同時に集まっている手前味噌ですが、バランスがいいんですよ。この街プログラムに未来提供 NCV 函館センター、医療法人海東会本整形外科。I promise that you'll never find another like me。Thank you.
見上げる月を優しい目で見て、プログラム線おぼろ月の提供を斉藤建設株式会社。
続いての第3部プレイ30アニバーサリーファイアーワークスプロジェクト、プレイ30周年を記念して皆様から花火と一緒に聴きたいプレイの楽曲を募集したところ、たくさんのご応募をいただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。今夜は応募の多かった楽曲の中からいたします。函館のアイデンティティブレッド花火のコラボ、どうぞお楽しみください。グレーサーティングバスにファイナーワークスプロジェクト。人生で運命に関わってくるキーパーソンは200人とか、不意にすれ違った姿勢に散々と時を流して、プログラム1夢の続き。花火の刹那に命の証を刻む。プログラムに瞬く竜の星。夏の空は今日も青空で、君は
わってくれたのは、探し求めていた君という居場所。夜空のきらめきは、このおきめきドリンクして、プログラム3、あふれるおきめき。
なかなか見ることもかなわない天の川。今宵は蒲焼きの橋を架けて一緒に渡ってみましょう。プログラム1、天の川を渡る。提供、医療法人社団の法人会、株式会社サポートランチ、五稜郭タワー株式会社。
闇の中、丸い輪にまとまるきらめきの花、つながる空のもと、誰もが穏やかに生きられますように、そんな願いが込められています。プログラム3、マンダラアート、提供株式会社 SEC。シリウスを目指すとき、光に輝くものという意味を持つシリウス。その強い光は明るい未来へと導いて。プログラム4、シリウスの光、提供函館環境衛星株式会社。
第4部銀河のさすらいをお送りいたしました。銀河を行く光のパレード、感じていただけましたか。続いては第5部光のピアチェーゴレ、イタリア語で楽しいを意味するピアチェーゴレ。猫やイカも愉快に踊り出すアモ、同じ夜空を大勢の視線が集中する。花火は視線に応えてハッピーを届ける。それが花火の種類と視線から。プログラム1ハッピーカラー、提供株式会社西武建設運輸、函館ロック株式会社、株式会社日本ハウスホールディングス。ラビスタ函館便アネックス。
漆黒の空に突如現れ消える華麗な炎の花々、天井の手印の仕業か。プログラム3、炎色のマジシャン。提供コンダカーズ南北海道株式会社。まだまだ名残はつきませんが、